か覚えてないんですか、この単語出たとかさ。何だっけ、 HAVY。 おお、こんなのまた予告編に使われるわ。こんな会話はできたんですか今回は。じゃあ会話の怖い、そんなアメリカ行ったことなんかあるんですか。ないです。ない、嘘を書いたわけですね、特技。トゥーは何市ですか。別の。どうも、始まりました。アマチュアチャンネル。さあ、今回ですね、藤川天さんが、英検3級、はい、リベンジということで、受験しました。SCBT ですね。なので、そちら聞いてみたいんですけども、まあ、撮影時間、現れませんということで、はい、ズームで9時って言ってたんですが、全く連絡がありません。まあ、遅く見積もって9時とかって言ってたんですけどね。まあ、ライティングの再現回答ですね。それ作ってもらおうからって言ってたんですけど、来ない既読にもならないので、再現回答やってくるのかわかりません。撮影できるのでしょうか。もう9時って言ったのに9時に来ないから、松原さんが船から電話してたよ。船の上です今っつって。すいません、松原さんから電話がありました。では行きます。はい、あれあれですか、噂のエアコンですか、クソ高いエアコン。あ、これは違います。違うですね。はい、もうコメントがいっぱい来てますよ。そんな嘘だろ嘘だろって、1万9000は嘘だ嘘だみたいなのいっぱい来てます。盗っ見せましたっけ。見てない。つか明細を見せろ見せろっていっぱい来てるわ。で、 あと、じゃあ送ります。やっぱ電話した方がいいよ、ありえない数字だから。わかりました。だからエアコンがボロボロなのか、それとももうもし本当にその値段だったら盗まれてるだろうって言ってる。本物ですか。別のところで使われてるだろう、もしくはそもそも法人契約してんじゃねえのみたいに。法人の値段になってんじゃないのとかって。もうだってそこ法人だった建物だろうから、どうしても。はい、まあいいや、うん、ああ、まあ、おっしゃる通り。あとでね、どうすんのかい。エアコンです。あ、エアコン。あ、本当だ、ボロいな。確かに昔のって言ってたもんな。では英検3級、はい、受けてきましたが、さあどうだったんですか。いやー、ちょっとやばいかもしれない。おいおい、英検3級でやばいって。リベンジ編で、いや勉強してったんじゃないの。だって勉強しっかりしてました。本当しっかりしたのにやばいの。いやー、まあ、自信ないのはいつものことなんだ。いや前回自信満々だったじゃん。何がいつものことだよ。いや前回自信満々で落ちた。自信満々で落ちたじゃないですか。もうちょっと今回も自信満々で落ちるから。ちょっと何したんですか。じゃあほら落ちてから勉強しなきゃいけなかったわけですけど、対策はどうしたんですか。でも完全にフリーズしてた。まずあの英検の、え、いいいい、もうフリーズしてたずっと。はい、でまず英検 の参考書をやってました。全部載ってるやつ、うん、知ってる。4技能全部載ってる。それは知ってるけど、だから具体的に何をしたのか。具体的に、まあ、その参考書を読んだだけなんですけど。いや言ってたじゃん、リスニング聞いてたとかさ。あ、リスニングは、あ、そういうこと。リスニングはあのイヤホンでつなげてキャラコード見込んでずっと聞いてました。それで理解できてたんですか。おそらくじゃ困ります。ちゃんとあのでもあのリスニングはあの前よりは多分できてると思うんですよ、うん、前回より聞こえたので。まあ前回もできたって言ってボロボロでしたけど。まあそこは本当にできてんのかできてないのか分かりませんが、え、単語はどうしたの。だって単語問題ですら落としまくってたから、ちょっと方向変えてずっと上に太陽が出てるみたいになってるから、画面眩しい。すいません、単語はデダタンのアプリのやつと、あ、そうですね、はいはい、中学英単語の本の絵。で、覚えたんですか、その単語。はい。で、今回はどうだったんですか、だから単語本。ああ、分かるものの方が多かったような気がします。ような気がします。もうやばい、中学単語で分かるものの方が多かったような気がしますって。それだから分かんないのもあったってことでしょ、つまり中学単語。まあ一つや二つ分かんないのはあります。一つや二つの人がさっきのような言い方はしないから。一つや二つだったら全問正解できるじゃん。ダメかと。いや一つ、まあおっしゃる通り、そうでしょ。一つ二つだったら全問余裕で正解できてないと困るんです。覚えてないんですか、この単語出たとかさ。それすら覚えてない。何だっけ、HAVY。 もうこんなの。こんなのもうさ、また予告編に使われるわ。こんなのなんて言ったらいいね。 HAVY ヘビーね。はい、もうやばいよ。ヘビー知らないとか、ヘビー知らない受験生とかもうさ、人生ヘビーだろう。人生ヘビーだろうって言って意味わかんないわけでしょ。すごいな。まあいいや、ヘビー級って言いますよね。そうだよ。だからどういう意味ですか。
ヘビー級って言うんだから。え、重い。そうです。重いです。本当に先が思いやられます。さあ、会話はできたんですか今回は。じゃあ、会話の、怖いって。会話の穴埋めだっけ、あれはもう今回こそは。はい、今回こそは多分できてます。ほんとかよ。え、ちゃんと対策した？会話のもうリーディングできてなかったから。あ、はい、あの本で、持ってる本で対策はしました。うん、いや、河合さんとの授業では、河合さんとの授業ではなんかライティングを結構頑張ってたんで、うん、まあ少しやりながらではあるんですけど。まあいいや、じゃあそのライティングですよ。見ていきましょう。はい。最初が E メールの返事ですね。どういうメールが来たんですか、はい、それに対する返信ですか。海外でなんか行ったことありますか、うん、歩いたことはありますかみたいな、なんかそんなような。海外で歩いたことはありますかみたいな、そんな質問あるか。えはい、なんか歩いた感、海外行った感想みたいな、うんうん、海外行って歩いた感想を教えてください。海外行って歩いた感想、散歩じゃないの。さあ見てみましょう。 Thank you for your email。はい、まあ、これは前回、はい、間違ってたやつができるようになったってことですかね。で、 I walked in America。 はい、広いな、アメリカの中で歩いた。The weather is very nice and pleasant. Pleasant なんて知らないでしょ、あなた。ヘビー知らないやつがプレザント知ってるとかありえないでしょ。プラネットって書いてるかもしれない。惑星？あんたプレザントなんて単語知らないでしょ。いや、でもプレザントってどういう意味ですか？いや、自分で書いたんですよ。自分で書いた単語ですよ。調べてるでしょ、どう考えても。プレザントなんでしたっけ、なぜ。いや、書いてないよ絶対こんな単語。まだ快適なとか出ないし、まあ、それより、まあ、どうせ書いてないだろうから。それは問題は Weather is です。 is じゃないでしょ。マジ？そうですね、過去の話してるし。あとはなんかアメリカのどこだよ、天気がいいって。アメリカはるかに日本よりでかいのに天気がいいってどういうことだと思うよね。そんなアメリカ行ったことなんかあるんですか？ないです。ない、嘘を書いたわけですね。国技。はい、近い画面こうだから近いって近い。あ、すみません。で、 I want to go to again ってもう、でもこれ絶対あれですよね、 I want to と go to 一緒にしちゃダメなんですよね。いやいや、そんな問題じゃねえよ。 want to と go to は一緒にしていいよ、そこじゃないよ。あなたが間違ってるのはもう本当に。あ、なんか、あ、いいのか、よかった。よくねえよ、間違ってる、その後ろの英語が。 Go to の後ろに何もないですよ、どういうことですか。 Go to 何？ Again？ 違うよ、 to って何詞ですか。あ、国名を書ける。国名とは限らないけど、そしたら何て書けばいいですか。そしたら to は何詞ですか。接続。もう、まあ、もう、はい、もうコメントまた何も進歩してない。あの時から何も変わってない。また来ますね。接続詞だけないだろ、トゥーが。トゥーは前置詞です。はい、前置詞は何の前に置かれるから前置詞ですか。前置詞は名詞とか。そうです、とかじゃねえ、とか前に。そう、名詞の前に置かれるわけですよ。だからこれ Go to って言ってもトゥーの後ろないじゃないですか、名詞が。ナイスナイスじゃねえよ。アゲインが何しかも知らないんでしょ、どうせ。アゲインは何しですか。アゲイン形容詞。はい、さよなら。もう品詞何も覚えてない、すいません。はい、で、だからアゲインは副詞ですから置けないわけで、ここには。さあ、なんて言えばいいんですか。そこって言えばいいわけで、2回アメリカって言ったら言う必要ないじゃん。 I want to go to America again って言ってもいいけど。 ETC。 え、 ETC？はい、ETC？ 何でもないです。何？エトセトラ？何でもないです。大丈夫です。どういうこと？ ETC カード？何？だからそこに行きたいって言えばいいんですよ。はい、何て言えばいい？早く、そこに行きたいってどうやって言うんですか？そこにもう一回行きたいって言うんですよ。はぁ？って文にしてください。はい、あ、そこに行きたい。アメリカに行きたいじゃん。そうだから、アメリカってもう言ってるから2回目はそこに行きたいにした方がいいんで。 I want to go again。そこにがないじゃん。 I want to go there。 そうですね、 there がないとダメです、はい。まあ今回はね、まあ、スピーキングどうせ落ちても受かっても前受かってるから大丈夫なんだろうけど。え、これ免除とかなの？受けるの？あれは。いや、免除とかないです。受けたの？スピーキングは結局。受けました。遅い返事が。なんでこんなにラグがめちゃくちゃある。スピーキング受けたんだ。前回のでなんとかなんじゃないの？スピーキングって別に。だから今回別に勉強してないでしょ、スピーキング。スピーキングは、はい、やってないです。そう、だからボロボロだったでしょ、どうせ。いやー、できたという自信があるんですか？そんなことはないんですけど。だって勉強してない
から無理でしょ。前回ギリギリなのに勉強しなかったら無理でしょ。まあ、はい。じゃあライティングエッセイ、エッセイのトピックは何ですか？エッセイのトピックはなんか夕食を、ね、外国人に夕食を、うん、なんだ種類、うん、もしどんな日本で食べる夕食を何とジャンルがあるじゃないですか、うん、でなんか教え、あ、何かおすすめしてあげてくださいみたいな。はい、ちょっと画面からもう出ちゃってるから、画面から顔が。 We recommend We 誰 We って I じゃなくて We なの？誰 We って。いや、愛です。間違えました。We recommend eating at a Japanese restaurant. 日本食のレストランで食べるのをおすすめする。There are two reasons. はい、何が間違ってますか？ There are two reasons. アイスがついてない。そうですね。There are two reasons です。違うか。違うかじゃねえ。two reasons です。合ってます。とかも合ってます。もうさ、最悪。だってこんなのさ、型で覚えていったわけでしょ。暗記してったはずなのに S つけばさ。はい、また河合先生泣くわ。でまたやっちゃったじゃん、この The First Comma。 これ何回も言ってるじゃん、ダメだって言ってるのに。ああ。これどうすんでしたか？これ何度もやってるじゃん。はい。はいじゃなくてどうするんですか？ The First、 もう The First はいらないんでしたっけ？何がいらないんですか？ The が。 The がいらないですね。First です、はい、The First はダメだってやったじゃん。 Japan is famous for Japanese food。The second、 これもこれもザがいらない、ザがいらないですね、うん、だこれ The second reason is that とかだったらいいけど、 The second that って何、この that は、この that は何ですか？うん、日本食を多分、いやもう意味わかんない、なんでこんな、何日本食の that って意味わかんない、嘘つくな、もうなんか主語動詞の前に that 置くと勘違いしてるわけでしょ。で The rice、 その米って何ですか？その米って、あ、ご飯、このレストランのご飯は美味しいです。そのレストランってどこだよ。和食のレストランは美味しい、ご飯が美味しいですって書いたかったんですけど、うん、ダメですね、はい、うわーきついな。でこれでだってさ、どうせ本番はもっとひどいわけでしょ、書けてないんでしょ、もっとひどく書いちゃってるわけでしょ、前回同様、はい、そう思うとはいじゃなくてプレゼントなんて書いてないだろうしな。そんなような単語書いたんだ。いや、このファーストセカンドがまず本当にどう書いたかだよ。そこが心配だよ。ファーストセカンドちゃんと。スツリーってことですか？え？いや、そのザファースト、ザセカンドって書いたのか、ファーストセカンドって書いたのか。ああ、ザついてます。ああ、ダメですね。そしたらあんだけやったのに結局本番ではできない。だって何回も書いたでしょこれ。何？え？はい。何回もファースト、セカンドやったでしょ？え？え、じゃねえよ。何回もファースト、セカンドってやったでしょ？何度も何度もやったでしょ？ああ、はい。ああ、はいじゃなくて。なんでこの型を覚えられない？なぜ型を忘れちゃう？緊張しちゃうんですよね。いやいやいや、緊張関係ない、ちゃんと覚えないからです。で、まあ、多くのね、視聴者がうわーやばーってなってますけど、めっちゃいます、これやる人。もうね、一人目じゃないんですよ、これ。このミスをずっとし続けるやつ。何度言っても、ずっとこれをやるの。ええじゃねえよ。あなた、超本人だから。はい。これ三人目なんですよ、俺が指導してる中で。ずっとこれを間違え続ける人。だからね、いるんです、本当に。でも、そういう人でも、二級までは浮かれる。それぐらい。あー、じゃあ僕も浮かれますか？いや、無理だと思う。いや、ほど遠いよ。だあなただって中学単語覚えてない、中学単語覚えてなかったら2級は無理だよ。そう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 、そうだから、そのだから2級受かった人もこれをずっと間違えてた、マジで。まあ、本番は書けたんだろうけどずっと間違ってた。もうね、すごいしんどかった。まあということでした。まあスピーキングはどうなのか、前の SCBT と合算してなってくれるんだよね。スピーキングとなってスピーキングがダメでも合格になるんだよね。はいって知ってんの知らないの？もうだからもう太陽をやめて、上に太陽を。その辺がちょっとわからなくて。はい。まあ、いや、じゃあ視聴者の皆さんぜひ教えてください。それでも大丈夫。いや、その辺がちょっとわからなくて。怖いです。もう今回はわからない。ライティングが本当に欠けてるかどうかわかんないので。ということでございました。はい、ぜひとも応援。1ヶ月ぐらい結果がわかるんでしょうか。あ、だよ、これだって、受験のシーズンの時にまた英検やってるとか、いや、ちょっと、はい。これいろんな模試の結果がそろそろやってくるってことだよね。まあ、来月ぐらいです。まあまた来、まだこの前から協定はまだあるんだ。うん、まだ時間かかるから。はい、医学部模試はもう全然わかんないから。あ、医学部模試なんですけど、うん、なんか11月
月20日以降に、うんうん、なんか面談を予約してくれればすぐ結果を知れますみたいな。ああなるほどね、いいじゃん、行ってくれやいいじゃん。はい、どうせ勧誘されるだろうけど、勧誘されるのと合格した時に出すみたいなのあるだろうけど、いいよどうせ、はい、別にその通うこともないだろうし、まあ行って大丈夫だと思うよ。金ないから無理ですって言って、はい OK です。はい、じゃあお疲れということでございます。最後視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。